どうも山です。海です。ワッピーです。今回新宿やってきました、はい、ここでやる企画、インスタの投稿を見て大学割対決をやる気だと思います。まあインスタグラム、まあもちろん大学生みんなやってますよ、はい、で写真をおのおのアップするわけじゃないですか、はい、もうそこで僕学歴正直分かっちゃう。そこで僕らも結構学歴極める得意じゃないですか、はいはい、インスタの投稿を見て学歴合体決やっていこうじゃないですか。なるほどですね。まあインスタといえばね、やっぱその人の趣味思考、はい、まあ、価値観出ますからね。出るね。はい、そういうのから学歴予想していきます、はい、チャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターで人も絶対にします。それでは勝負スタート。インスタ見せてちょうだい。わかって TV。はい、女の子を見つけました。はい、はいはい、じゃあインスタの画面見してください。はい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 、はい、ちょっとこれは投稿少なめ。あれ、これは彼氏さんすか。あ、お前男の子おるやん。なんか面白みなさそうな彼氏やな。やめろ。で、ハイライトが3つ、はい、ハイライト載せてる女子、うん、低学歴説俺の中であんねん。そうなの。なんで。やっぱストーリーってそもそも消えるものやんか、はいはいはい、消えるから美しい、それがストーリーじゃない、うんうん、ハイライトしてもたらストーリーじゃないやん、うん、いやいや、ハイの世界が儚いものみたいな。儚いもの。高校よりもハイライトのが多いから、あ、ちょっとそれどうなんとは思うね。低めで俺予想してますね。はいはい、これ見る限りだと、はいはい、彼氏さんをしっかりね、あのバルーンを作って、はいはい、なんかやってあげてるんですよ。そうね、今時の、はい、まあ、女子大生私文集するね。私文集がします。ハイライトも彼氏の写真じゃね。彼氏専用のハイライト。やばっ。尽くしまくりやん。いやいや、ええやん。よっぽどその彼氏話したくないんやろね。よっぽど自分に自信がないから彼氏にすがりたいんやろね。羨ましいわ。おい、彼氏嫉妬してるんちゃう。それ羨ましいよ。こんな可愛い女の子付き合えて。そうだね、高田文美のストーリーとか嫌だもん。誰がインスタ汚しや。インスタ汚し。俺のこのハイライト、誰がインスタ汚しや。赤バンされます。誰が赤バンやお前。お、計算してる、うん、おお、何これ、ガリレオみたいになってる。何おお、ドゥルルルルルル、オブトさ。わかりました。はい、行きましょう。はい、はい、行くぞ、はい、せーの、 52.5 57.5。 日本女子と予想します。彼氏がいるってことを、はい、やっぱこの出さないと学生生活生きづらいというか、なんか女子社会に来てる。女子社会で、はい、ちょっと私彼氏いますみたいな。あ、なるほど。うわー、見抜いてる感じかなと。あ、俺ちょっともう彼氏薄口やったんで、ちょっと神奈川大、うん、あそこ薄いでしょ。やめろ。お姉さんが今通ってる大学、学部教えてもらってもいいですか。明治大学。うわ、ビヨーン。よっしゃ、明治。あ、じゃあなんで自分の写真とか載せないですか、インスタに。確かに自分の顔はあんまり自信ない。あら、あら、ビーヤもちゃんと言ってあげてよ。そんなことないよ。彼氏おんねん。彼氏満たされてるから。そうね。はい、じゃあ男の子見つけました、はい、じゃあこの子のね、インスタ見ながら学歴やってたいと思います、はい、いきます。はい、じゃあ見せてください、どうぞ。はい、はいはいはい。野球？野球とか景色か。これは一眼でなんかズームで撮ってる。あ、一眼か。そうですね、一眼レフで。だよね、はい、だからこの辺とかも一眼でめっちゃ綺麗に撮ってるから。そうですね。ちゃんと F 値使えてるね、これ。F 値？ F 値、はい。F ランチですか？ちゃうわ、お前、おい。学歴の F じゃなくて、あ、そう、あの絞り値ってね、光の量を調整するんですよ。はい。ちょっと鉄道とかの写真もあるやん。スノーピークじゃないですか。スノーピーク。おお、何スノーピーク？まあ、これは、あの、アウトドアなら誰もが知ってるというか、スノーピークの方なんかね、キャンプ場だったりだとか、その施設がありまして。これキャンパーだ。山岳部に。山岳部はめっちゃヒント出た。てかお前も知るなよ。ちょっと俺だけ知っていいじゃん。結構だからきついことも耐えられる人じゃないと山登りできひんからね。そうなんですよね。高学歴多いんちゃうか。そう、だから高尾山で行った時学歴高かったもんね。そうですね、実際ね、俺らも、はい、行きましょうか。行きましょうか。はい、せーの、 72.5。 72.5。 はい、彼は東工大です。まあ、カメラだったり細部だったりね、確かに、まあ、しっかり極めていくことができる人間である。そういうことか、はい、確かに機械使うもんね。そうなんです。これは早稲田かなと思いました。お、早稲田は結構旅行好きが多いとか、はいはいはい、そういうイメージあんのよ。なるほどね。だから早稲田 67.5 ちゃうかなって。おーおー。さあ、それでは行きましょう、はい、お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。防衛大学の人文社会学科。防衛大だ。防衛大学偏差値 62.5。 おー、国立どうするよこれ。いや、むずいな。だ、3教科は3教科やねんな。3教科です。3教科やから一応私文扱いにするか。初めてやね。一応ね。国立なのに。あ、じゃあ、僕、高田文美。はい、1ポイント、うん。はい、女の子見つけました。はい、はい、じゃあ、この子のインスタを見て、大学対決やっていきたいと思います。やっていきましょう。じゃあ、インスタの投稿を見せてもらってもいいですか。はい。あ、映えスポット行ってる。おー。これ、何やったっけ、これ。四国。すごい。
ごっ、全国の映えスポットわかんの。いや、まあ、もちろん。おい、誰やと思ってインスタグラムやつ。なんで関西弁、 YouTube でもっと映えてくれ。この左下のやつ、これなんか、なんすか、それは。高校の時の体育祭。あ、体育祭、体育祭ね。絵も演出する。作られた絵も。やめろ、お前は。あ、これ美顔地区っすか、岡山。あ、そうです。なるほどね。この企画、やっぱインスタに強い B 山有利やわ。いや、それはそうや。俺インスタ疎いからさ。確かに、ツイッターやもん。はい、あれ美山、俺よりフォロワー少なくなかった。おい、俺フーミンにインスタ抜かれたんや。美山もオッケー決めました。オッケー、はい、せーの、57.5。お、高い。はい、立命館大学。おお、俺もちょうど京都で、うん、京都産業だよと思った。あ、そっちね。で、うん、あの京都からしたらやっぱその中四国とか旅行で手軽なスポットなんよね。まあまあね。でそこで女子旅、うん、見せかけた友情、うんうん、そういうのを作られる。見せかけた友情。おお、美山立命館の心は関西の私立。大体この土日で、はい、あの旅行行きがちじゃないですか。行きがち、行きがち。四国。はい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 、はい、答えしましょう、はい、お姉さん今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。南山大学保健大学部。これじゃない。よし、高田文一ポイント。よし、マジかよ。やっぱり私立のお嬢様感は出てたわ。いや、そうね、それはその映えスポット優先に回るみたいな、うん、写真撮り方も良かったしね。うわ、はい、いや技術見てたや。技術見てました。あれ、インスタグラマー養成所の人。はい、男の子見つけました。おい、じゃあ彼のね、インスタの投稿見て大学宛てやってみたいと思います、はい、じゃあ見せてください。お、野球。おー、野球で青春してるな、すげー、ね、高田風味おるけど、これ。おい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 、誰がベイマックスや。ベイマックスの方がいいやつですね。いや、これはさすがに、うん、高学歴ってこんなあげへん、投稿あげへんと思うねんな。いいっすか、じゃあもう素直に。あ、いいっす。はい、行きましょうか。せーの、57.5。お、高い。はい、駒沢。駒沢の野球部。はいはいはい。で、まあ正直言うと、うん、この子は部活しか頑張ってないのよ。はあ、で、その部活を、なんとか綺麗に載せようと頑張ったインスタ。うんうんうん、それでちょっと女の子を釣ろうとして。やめろ、お前。低学歴の浅はかな手口です。やめろ、お前、おい。そう。飾られたインスタの写真で人を判断してはならない。女子に注目。うん、かっこいいこと言ってないから、ね、いや、もう日東駒沢、それ駒沢かなと思ったんですよ。お、はい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 、なんだけどディズニー写真も何回も上げてます。あ、そっか。これは、清清明学の特徴です。なるほど、はい、北学院とかかもしれないし、ね、なるほど、ありそうやな、北学院。さあ、はい、お答えしましょう。お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。立教大学の文学部。おー、よし、なるほど、立教か。立教なんやね。結構おしゃれ。いかざるねー。やめろ、お前。おい、じゃあ、女の子見つけました。はい。はい。はい、さん、投稿あります？投稿してますね。投稿してない。ストーリーとかじゃない？ストーリーです。ストーリーは残ってんの。オッケー。あ、じゃあ、それ見してもらいましょうか。ああ、共通テストまで。おー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 。おーおー、ちょ、モンスター飲んでるな。白いやつね。はいはい。共通テスト、おむつじゃん。大丈夫？友達なんですけど。はい、学歴中。東工大の数学20科でやってる。生徒対応で仏教のこと書いたんやけど、すげえ懐かしくて、懐かしいってなった駒構図。生徒がカリカリ勉強してる中で、私裏でこんなこと、ねるねるねるねしてるやん。ねるねるねるねって、そう、しばらくしてへんな。あ、本当に？お、俺よくねるねるねるねしてるよ。え、女の子とねるねるねるねや。何の話なんだ。ああああああ、ねるねるねるでやってるんで、理系だと予想しますから、うん、あ、ちょっと科学的な要素でね、科学的な感じね、役に入れる感じや。はい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 。東工大の過去も友達やってたでしょ。確かに、あれ気になるな。あれは高学歴といる私。ああ、いいでしょ、アピール。ああ、ありがとう。そう、俺それ絶対そうや。だって、うん、例えば、うん、ほんまに進学校やったら東工大の過去も解いてたら別に当たり前や。なるほどね。でもその東工大の過去も解いてる時点で興奮しちゃってる、うんうん、すぐストーリー上げちゃった。はいはい、低いぞこれは。ね、あ、オッケーオッケーオッケー。はい、宮山出ました。せーの、60 55。お、頑張って法政でしょ、この子は。おおお、うん、インスタのストーリーの国語力を俺は見た、うん、はいはいはい、結構ね、文章になってなかったよ、そうそう。本当に？もう結構日本語ぐちゃぐちゃやったんで、国語力のない法政なんちゃうかなと、うんうんうん、やめろ、お前、日本語力で一番傷つくおそらく志望はマーチかもしくは総計ぐらいだったんです、最初。あ、なるほどね。東工大の友達とかもいて、はい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 、だけどそっから多分落ちて、うん、理科大に滑って、さらにニット駒線に行き着いたんじゃないかなと。日大理工とかね、東京都市大とか、都市大4校台とかね、4校台ありそうやな感じです。なるほど、じゃあ答えをしましょう、はい、お姉さん今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。立教大学文学部です。
あ立教部。じゃあ法政予想の俺のが近いね。あ、風味だ。3ポイントリーチ。マジか。ちなみにさっきの東工大のやつを解いてた友達が、はいはい、筑波大落ちの理科大の。あ、そいつや。お前落ちるな、ほんとに。理科大当たってたやん。理科大そうだ。カラオケに行って、みんなで楽しんでる中で、東工大の過去も解いてたっていう。そ, そういう。カラオケで、ね、それは落ちるわ、お前。ちゃんと自習室解け。ダブ採点じゃなくて自己採点しやめろ、もう。精密採点になってるか記述ちゃんと見ろよ。そりゃそうや。はい、じゃあ男の子見つけました。はい。はい、ストーリーやで、ね、な、君も。はい、はい、じゃあストーリーをじゃあ順番に見せてください。はい。はい、じゃあ箱根からの、はい、学食ノーヒントやな。ダーツとかするんや。へえ。何これ。これ恩師からスペイン語の言葉で高校卒業するときにもらった卒アルに書いてもらってます。ただまた、日照簿記1級合格って書いてあるやん。へえ。じゃあ小学部とかその簿記を勉強してる。お、なるほど。これ大ヒント。ふみは簿記1級やな。ごめんなさい、わし汚かったんだ。どっちが今の悪い、いや俺が悪い。ちょうまく編集してください。お願いします。日照簿記1級がやっぱり大ヒントやったかな。大ヒントですね。であとダーツもする、はい、ちょっと私文感もある、うん、箱根行ってるのもね、やっぱこの1枚目ちょっとね、早稲田感ありますね。早稲田、はい、じゃあいきます。はい、行きましょう。はい、せーの、55。うたか、俺先週予想、あ、学歴コンプレックス発症して資格で塗り固めるしかないと思って簿記を七夕に書く、うん、七夕に書くってセンスね、うん、やめろお前。おい、BM は高校でまずスペイン語があるってことで、はい、これは進学校だなと予想しました。なるほど。で、行ってる場所は箱根、はい、まあ、ダーツ等々、まあ、これは大体私分の特に総計がやりがちな遊びです。ダーツね、多いね。箱根行きがちなのしかもないですよね、まあ、俺は選手やと予想、はい、さあ行きましょう。お兄さん、今からやってる大学学部どちらですか？明治大学商学部。おお、明治商。ビヤマが勝利。しゃあ、三三並びました。はい。次で決まる。はい。いやー、ちょっと思ってる高かったわ。ねえ。自分若手さんのおかげで、あの商業高校から明治に入ったんです。あ、商業高校。はい、学歴ってのに全く分かってなくて。はいはいはい。若手さん見て、もう世の大学全部見て、うん、明治行こう。世の大学全部。はい、知ってね。明治がいいなと思ったんや。はい、明治の魅力って何？やめろお前。いい話なの。めっちゃいい話だ。商業高校の子が YouTube 見て、世の大学あるな。この中で明治めっちゃいいじゃん。俺も商業高校から行って簿記取って一級取ってね、将来活躍しちゃうで、ええやんそれで。お前、ええ話や。お前、めっちゃいい話やね。バカティビこれから見てやみんな。ね、頼むぜ本当。この子で勝負が決まります。はい、最後できます。じゃあお姉さん、はい、インスタの投稿を見せてください。もうこれ。海。あ、でもなんかこれサークルとかですか？あ、そうです。はいはいはい。ちょっとこれカッコつけてんねんだな。いやこれ誕生日結構派手じゃね？頭にケーキ乗せる？え、マジ？やば。楽しそう。大学生で楽しいんだよみんな。大学生になろう。ケーキに締めんだ。これはディズニーだな、きっと。ディズニーのイチョウの集めるやつじゃないの。学校に。学校にあったこれ。学校にイチョウ？東大？確かにね。東大は校章がイチョウやぞ。ね。オッケー、行きましょう。行きましょう。はい。せーの、偏差値65。67.5。65。これは65。上智と予想。わあ、自分に寄ってる感じがする。それはちょっとさ、インスタだからそりゃそうやろ。偏差値が高い、あると自分に自信があると予想しましたね。なるほどですね。はい。B山は、まあ、やっぱね、ちょっと量産型大学生の。怒っていいよ。ちょっと待って。ごめん。おそらく予想、まあ、先生明学。おお、そっち。はい、あたりかなと。綺麗なとこだけ統一してる。まあ、これ明学とか俺もその綺麗なとことかそういうのはやっぱ上智のセンスなんかなと思ったよね。イチョウの葉っぱとかね。あ、そうそうそう、上智っぽいですね。上智っぽいよね、はい、さあ行くぞ、はい、お話しましょう、はい、お姉さん今通ってる大学学部教えてください。青山学院大学です。お、学部は国際政治系。やばい、これは俺だ。高田文の勝利です。よし、さっきのあの海向いて7、8に並んでたやん、うん、あれ国際政治経済の暗示やったんじゃん。あ、俺、私たちは将来世界に出る、出ますみたいな、ね、あの覚悟やったんじゃん。いやいや、まあ、青学で世界語らんといけない。おお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 お
ました。インスタの投稿を見て学歴や対決、はい、勝者高田風美。いやー、ちょっと俺勝ちたかったな、今回は。インスタグラマー。インスタグラマーとしてね。まあ、でもちょっと、やっぱインスタ見ると分かるね、個性がね。やっぱ出てたね、ちゃんと。ね、出てたね、風景なのか、思い出なのか、いろいろね。写真撮り方とかも含め、はい、面白かったです。ですね、みんなあのインスタ投稿するときは、ちょっとそれ学歴見てるやつもいるっていうことで、そうね、意識しながらちゃんと投稿しないといけないですね。君のも見てるよ。やめろお前、ストーカーかもね。あの僕らのインスタも投稿してるんで、はい、ぜひあの概要欄からフォローの方お願いします。はい、チャンネル登録を絶対してね。よろしく。じゃあ今日この辺でバイ。